リア三塁に止まる。バッターランナーセカンドへ、ランナーこれ戻れた、セーフです。さあここはリクエストオーバーランした、ランナー今までにタッチに行った、判定はセーブ。よくわかるかもしれません。ああ手が入ってますね。サード西野もタッチに行くんですが、ちょうど頭ヘルメットにタッチしているんですが、この映像で見る限りでは手が入っているようにも見えます。ここから見ていきますが、セカンド、サードはセーフのままです。二塁三塁でさあゲームは